カニング伯爵、チャールズ・ジョン・カニングは、イギリスの政治家、貴族。1856年から1862年に、かけて、インド総督を務め、インド大反乱の鎮圧に当たった。首相、外相を務めたジョージ・カニングは父である。1812年12月14日、ジョージ・カニングとその妻である初代、カニング女子爵ジョアン・カニングの間の三男として、 ロンドンのブロンプトンに生まれる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1836年8月から1837年3月に、かけて、ウォーリック選挙区選出の保守党所属の、諸面院議員を務める。1937年3月23日に、死去した母から、ガニング死者区の借位を継承し、貴族院へ移籍する。 1841年から1846年にかけてサーロバート・ピール順団社内閣の外務政務次官や木材、森林長官を務めた。穀物法廃止をめぐる保守党の分裂ではピール派に属した。1853年から1855年にかけてアバディーン・伯爵内閣の優勢長官を務める。1856年2月。 首相パーマストン施策の人選でインド総督に就任。1857年から1858年にかけてインド大反乱が発生し、その鎮圧の葬式を取ることとなった。ムガル帝国皇帝バハードルシャー2世を擁立した反乱セポイが立てこもるデリーを1857年9月に陥落させ、 ついで反乱軍が逃れたラクナウにも攻撃を仕掛けて、陥落させた。中央インドの反乱は1858年、半ばまで続いたが、こちらも1858年6月の具合オーる、陥落で事実上平定し、カニングは7月8日にも平和回復宣言を発している。反乱鎮圧の恩賞として、カニング伯爵位を与えられた。鎮圧後、 再度の反乱を起こさないための様々な改革を実施した。まず、インド軍の中のイギリス人兵士の比率を上げ、インド人兵士の人材確保先も、グルカ、シク、パンジャーブを中心にさせた。また砲兵に、インド人兵士を配置しないこととした。反乱の原因の一つとなった全総督ダルハウジー、公爵制定の、失権の原則も廃止し、 イギリス女王に忠誠を誓った藩王には、養子相続や、領土保全を認め、忠誠への様々な見返りも与えるようにした。この反乱を機にインドは、イギリス東インド会社の統治から、ビクトリア女王の直接統治へ移行した。カニングもそれに対応した、財政、司法、行政、軍事などの制度変更を実施した。インドで健康を奪いし、 帰国間もない1862年6月17日に、ロンドンのグローブナー広場で死去した。子供がなかったため、借位は廃絶した。1837年3月23日に、母ジョアンカニングの死去により、以下の借位を継承した。1859年5月21日に、以下の借位を新規に除せられた。1832年に、初代スチュアート・ド・ロスシー・ダン チャールズ・スチュアートの娘シャーロットと結婚したが、子供には恵まれなかった。シャーロットは、夫のインド総督在任中に、マラリアにかかって死没している。ありがとうございます。